今グループステージを制したベスト8が出揃った KOD 決勝トーナメント開幕。泥場ってなんて言われてんの？おい、もはや常に崖っぷちにいるチーム。はっ、ワールド M に移籍した D2 を皮切りに最後までメンバーが揃ってるかすらわからない。なんだと？優勝するのは奇跡のランテチーム。結構当たってるな。俺も見てみよう。おい、ダンスバトルは文字通り戦いだ。圧倒的な王者の力で相手をねじ伏せたい。思ったほど点差つきませんでしたね。俺たち正統派ダンスチームの宿命だな。本当の戦いは泥試合。泥くせえ戦いもねえと、綺麗なフォーメーションや構成だけでは生き残っていけねえだろ。こいつらのことをしごいてもらえませんか？マジか。短期間でいいんで。 KOD 対策か。はい。師匠を借り出そうだなんてぶしつけな弟子だね。おー、なるわ。なんだよ。おー、なんだ、もう、なんだ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 。ワールド M のウィークポイントはお前だ。手の内を知るも知られるもそんなのどうでもいいだろ。とにかくなんか掴んで帰ってこい。これは命令だ。舐めやがって。どうやったら全員でパフォーマンス合わせられますか？パフォーマンスを合わせるか。はい。お前それで勝てると思ってんじゃねえだろうな。え、息合わせるだけで勝てたら苦労しねえよ。俺は兄貴のために。じゃあその兄貴はどんなダンサーになりたかったのかな？どんな？君たちのダンスは素晴らしいと思うよ。死ぬほど頑張れば KOD でも優勝できるかもしれない。でも今のままだと優勝を逃したチームの方がダンサーとしては売れるかもね。間もなくだぜ。次元爆弾が作動すんのは。何それ？そしてその爆弾処理はスタジオ JI が執り行う。どういうこと？KOD で一番すげえやつって誰だと思う？そんなの優勝するやつっしょ。ちげえよ。マジで何言ってっかわかんねえ。組織委員会に決まってんだろ。よろしくね、三浦レインボーライトくん。あ？親の七光くんなんでしょ？ふざけんなよ。世界の化石。あ、世界のミイラの息子だっけ？てめえ！パシャパシャ。カイトくん！そらお前何止めてんだ！いやだって勘違いすんな。勘違い？プロのダンサーがボコボコにすんのはステージの上に決まってんだろ。あんま俺舐めんな。お前吹っ切れる自信ないのか？きっと決勝に残ってくれる。お前はチームに何も影響を与えないのか？だったらお前は必要ないんじゃないのか？チタ君と僕はもう敵同士じゃないか。なんでそこまで。俺たちがやるべきはKOD 優勝して、やいのやいの言ってるやつら黙らせることだ。ありがとう。そうだよね。届かせる。お父さんとの心のディスタンスはバッチリだよ。みんな絶対に勝とう。